膨大な情報を処理し続ける脳は多量の酸素とブドウ糖を消費します。そのため重量の割に多くの血液が供給されています。成人の場合、脳重量は体重の 2% に過ぎませんが、脳への血流は心拍出量の 15%、 1分間におよそ 750ml にも及びます。そして自動調節が働いて、体の血圧がある程度変動しても脳血流量を一定に保っています。脳へは左右の内頚動脈と椎骨動脈、合わせて4本の血管が伸びています。内頚動脈は脳底部で前大脳動脈と中大脳動脈に分かれます。左右の椎骨動脈は一旦合流して脳底動脈となってから左右の後大脳動脈に分かれます。脳底部ではこれらの動脈が前交通動脈と後交通動脈によってつながり、大脳動脈輪、ウィリス動脈輪を作っています。前大脳動脈は左右の大脳半球の間を後方へ進みながら、前頭葉や頭頂葉に血液を送っています。中大脳動脈は脳底部から外側甲に沿って大脳の表面を走り、前頭葉や頭頂葉、側頭葉の広い領域に血液を送っています。そして後大脳動脈は後頭葉や側頭葉、視床の一部などに血液を送っています。これらの動脈は脳の表面から内部に向かって細い血管を伸ばしています。血液は動脈から毛細血管を流れ、神経細胞へ酸素とブドウ糖を供給すると同時に、不要な二酸化炭素などを回収しています。そして毛細血管から脳静脈、やがて視上静脈洞に集まり、内頚静脈へ流れていきます。